9分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回は前々回からリクエストが多かった戦車アージュンを紹介するよ。ついでに言うと、戦車つながりでアジアのマイナス戦車2つも来月中に紹介する予定だよ。何が出てくるかは教えないけど、楽しみに待っててね。ヒントはキムチと納豆、そして国産だぞ。ネタバレしてんじゃねえよ。さて、時は1960年代後半、インド陸軍はビブヤヤンタ戦車を主力戦車として大量に運用していたよ。この戦車は1971年の第3次インパ戦争で活躍し、勝利に貢献したよ。だけどこの戦車、元はビッパース MBT という輸出用戦車で、発展戦に乏しく早くも旧式化していたよ。おまけに当時のパキスタンはアメリカ、中国と仲良し。アメリカから M60、中国から T62 に相当する69式戦車を受領する可能性もあったんだ。ビバヤンタは M60 には FCS で、69式には ATFSDS 弾に対する防御力で劣勢。新型戦車の導入は喫緊の課題ともいえる状況だよ。そこでインド政府は国産産業育成も兼ね、戦車開発を決定するよ。72年には仕様書が提出され、射重50トン、120mm ライフル砲、1400馬力ガスタービンエンジン、近代的な火器管制装置、全装備品の国内開発が求められたよ。ちなみに日本語域だと、当初はビッカース MBT と同程度の性能とされたけど、レオパルド2に影響されて、さっき言ったような仕様にしたとされているよ。だけどこのことを書いてる資料が一つしかないから、信憑性は微妙だね。そして1974年に開発がスタート。1980年に試作車を完成させる予定だったよ。しかし、当時のインドの国内産業と技術が貧弱だったため、開発は撤退。おまけにインド政府高齢の優柔不断が当然発動するよ。というのも、戦車開発の停滞を理由に、77年にレフツから戦車を買うことを決めたんだ。これによりフランス製の AMX-40 のライセンス生産が決定。だけど1980年に発足した第二次インディラ・ガンディー政権は、この計画を白紙化、ソ連と T-72 のライセンス生産契約を結び、81年から T-72 戦車の生産を開始するよ。このインド生産型 T-72 はアジアと呼ばれ、ビブヤヤンタを完全に代替したんだ。一方の国産戦車だけど、1983年にレオパルト2の設計企業である KMW と提携することで、やっと開発が進むよ。85年には試作車第1号が完成、アージュンの名が与えられるよ。だけど実質モックアップだったため、軍への納入は1989年にずれ込むよ。その後は主にエンジンの問題から、1996年までに計14両の試作車を製造。93年から96年にかけて問題の洗い出しを目的とした大規模な試験を実施。結果、エンジンのオーバーヒート、 FCS の性能不足などの銃の欠陥が見つかったよ。この試験結果をもとに作られた試作第15号車は全ての欠陥を克服。1999年には試作第15号車をもとに量産型の生産が決定し、2000年には124両が発注されたよ。ちなみに計画費を2020年のアメリカドルで換算すると、1974年の見積もりが4940万ドルだったのが、1996年時点で1億9490億ドルにまで増えているよ。さて、ここからはそんなアージュンの性能を見ていこうか。アージュンは KMW が基礎設計を行ったため、外見派レオパルト2レイオンと似ているね。設計思想も西側寄りだよ。また車内はインド人の体格に合わせて作られているよ。主砲は 120mm ライフル砲を使用。これはどうやらイギリスのロイヤル、オードナンスの技術支援を受けながら独自開発したものらしいよ。この砲は手動装填式ながらも、熟練した装填手なら半間6発を発射できるよ。遠距離での命中精度に優れているほか、粘着榴弾などの多数の弾種を使えるんだ。また FSATDS 弾というものをインド独自で開発、配備しているけど、これは ATFSDS の単棒を並べ替えているだけだよ。機関単銃と短機関銃みたいなものだね。他にはインド国産のガンランチャーミサイル、SM-15 を開発中だよ。ところで、今時サーマルスリーブいる？かっこよければ良いんじゃないかな。 FCS はスペインのエノサ射精 FCS を国産化したものを装備、砲塔の二軸安定装置と合わせ装甲艦射撃も可能だよ。ただし装甲艦射撃の命中精度は非常に悪いらしいけどね。エンジンは1400馬力ディーゼルエンジンとオートマチック変速機を採用。両方ともドイツ製でパワーカックとして一体化されているよ。アージュンは射重 58.5 トンにもかかわらず、最高速度は路上で 70km/h、 不整地で 40km/h と高い機動性を誇るんだ。
まあこの組み合わせにたどり着くまでエンジンと変速機の組み合わせを43種類も試して、最終的にエンジンの国産化を諦めたけどね。それとサスペンションは油圧式で、74式戦車みたいに上下に稼働するよ。走行は多分だけど、重要部分は国産セラミック複合走行のカンチャン、アーマー、それ以外はインド国産の超高強度低合金 DMR1700 で走行化されているよ。つまり第三世代主力戦車としては平均的な防御力だと言えるね。戦車の防御についてはこの動画を見てね。あと設計思想が西側のものだからブローアウトパネルもあるよ。だけど手動装填式のため弾薬庫と乗員の完全隔離はできてないっぽいね。まとめるとアージュンは第三世代戦車としては十分な性能を持つと言えるね。実際国産化した T70 には圧倒するぐらいの戦闘力はあると思うよ。もっともプロジェクト的には大失敗なんだけどね。最初は完全国産を目指したけど結局外国製部品の割合が 63% を占める戦車になったよ。そのため値段も高騰したし、外国製部品も高いからなかなか手に入らないみたいなんだ。実際2013年から17年にかけて外国製部品の不足のため稼働率が 25% に減少したよ。おまけにアージュン量産のつなぎとして導入された T90 が2006年からライセンス生産を開始、そのせいで生産数が1200両から初期発注分の124両に減ったんだ。そんなアージュンだけど派生型もしっかり開発されているよ。まずはアージュンの近代改修型であるマーク1へ。当初はマーク2と言われていたらしいけど、汚職とかの政治的スキャンダルか何かで形式番号が変わったらしいよ。 T90 のライセンス生産で得たノウハウを生かしアージュンから89箇所を回収。ハンターキラー能力や対戦車ミサイル防護システム RWS も追加されているよ。ただその代償として車重は M1 イブラムズを超える68トンに増加、インド国内ですら重すぎてろくに運用できないという批判が出ているほどだよ。それでも T90 より高性能なのは間違いなく、118両の発注がされて2021年から生産が開始しているよ。次はビヒムジ走砲だよ。これはアージュンの車体に南アフリカのデネル社製 155mm 砲と T6 砲塔を乗せた自走砲だよ。だけどデネル社が贈賄したという政治的スキャンダルのせいで開発中止になったよ。最後は戦車回収型の ARRV と架橋戦車型の BLT だよ。両方とも情報不足で生産されているかどうかわからないけど、マーク1へを運用する以上これら支援車両の存在は不可欠だよ。両社ともマーク1へとの運用を想定しており、 ARRV は70トンの牽引能力、BLT は最大70トンまで耐えられる橋を架橋できるよ。最後にアージュンの今後について話すね。アージュンは大失敗プロジェクトには違いないけど、それでも戦力化に成功しマーク 1A という形で次につながったのはすごいと思うね。それにロシア製戦車の権威が失墜した今、 T90 を超える性能を持つマーク 1A は抑止力としての価値をますます高めると思うよ。もっともインド政府の決定次第で今までの努力が全て水泡に帰すかもだから、アージュンの未来は前途多難だと思うね。さて今回はここまで。いいね、高評価、マイリスト、チャンネル登録してくれると嬉しいな。感想、リクエストも募集中だよ。作者くんが頑張って作るからね。先生、作者くんが勝手に大詰めで音楽集なんかあげてます。しかもこれビーストウォーズマイクロン3部作実写版も作る気満々です。作者、お前だけ修学旅行は不甘な。ちゃんとクリスマス布教させて、警察署の前で豚肉も食べるよな。しろ。ちなみに溜まっているリクエストはこんな感じだよ。作者は不可解で日本における博物館のテーマパーク化も取り扱う予定らしいよ。時間はかかるけどそのうち全部動画化できると思うよ。楽しみに待っててね。それじゃまたね。